規格外の強化スキル。スキルには英霊固有のものだけでなく、クラススキルも存在する。クラスの特徴と言えるものだが、ランクは英霊ごとに異なる。今回はバーサーカーの特徴とも言える強化について紹介していこう。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だ。今回は強化スキルを持ったサーヴァントの紹介だ。バーサーカーの象徴とも言えるスキルだね。バーサーカーには当然のように備わったスキルだが、ランクは A プラスから E マイナスまで幅は広い。強化は意思の疎通が難しくなる代わりに、ステータス強化の恩恵を受けるものだ。言動にも影響が出るよね。E であれば思考も正常だが恩恵が受けられず。A にもなればステータスは上昇するが理性の大半が失われてしまう。ハイリスクハイリターンのスキルだね。そして他のスキルと同様で強化にも EX が存在し、実装済みの中でも複数のサーヴァントが所持している。今回は強化 EX のサーヴァントの中から7機をピックアップし、EX の理由を探っていこう。ちなみに強化 EX はどういう状態なの？一概には言えないが、意思の疎通が不可能と考えられる。そして、本人が通常では受け入れないことを受け入れている状態の英霊もいる。危険性を感じるね。ゲーム内ではバスター性能を上げる役割を持ち、ランクが高いほど倍率も上がる。EX が一番狂っているとは言い切れないし、それぞれ特徴もあるので早速紹介していこう。よろしくね。クーフーリン・オルタ。クーフーリンにはバーサーカー適性があるが、オルタに関してはその逸話は反映されていない。一部語章で登場しており、名部が聖杯に願うことで召喚されている。ケルト神話の英雄が多く登場したストーリーだね。インド神話の英雄も多く召喚され、まさにタイトル通りの神話大戦にふさわしい内容だったな。逸話通りのバーサーカーのクーフーリンは未実装なので詳細は不明だが、このオルタに関しては会話することは可能だ。強化 EX だと基本的には意思の疎通はできないはずだよね。意思の疎通とは考えを変えることや、臨機応変にマスターの指示に応えられるかも含まれている。クーフーリンの場合の強化は実際には C ランク相当だ。聖杯の力で強化を受けているためランクが EX になっている。そして目的を達成することしか選択肢がないサーヴァントでもある。どういうこと？例えば、倒すべき相手を定めるとそれだけを目的として行動してしまう。得意点修復であれば聖杯の回収ということだ。この時にマスターの指示を聞くことも可能だが、敵に対しは一切の容赦はない。クーフーリンが意思の疎通が不可能なのは敵に対してだ。目標達成のためには敵の話は聞く耳持たないってことだね。命乞いなどは一切効果がないな。実際会話するシーンは多いし、イベントでは作戦を立てるシーンもあるほど頭脳派の一面も見せている。すべてが力技じゃないところも魅力だよね。スマートな戦い方もできるが、単純な戦闘力も相当高い。生前の師匠として知られるスカサ派ですら、このクーフーリンには戦ったら負けると断言している。師匠も相当強いよね。影の国の女王であり、槍術だけでなくルーン魔術まで使いこなす天才だ。バーサーカーであれば勝てるというわけではなく、聖杯による強化が大きく関わっていると思われる。目的を達成することに特化したからだね。通常のサーヴァントが霊樹によって命令を達成する状態と似ているかもしれないな。それが聖杯の力であるなら、師匠すら超える力を持つことも頷ける。聖杯による無尽蔵の魔力供給は、それだけ強力ということだ。怖そうな見た目だけど、自分から暴力を振るったりはしないよね。名部の願いはクーフーリンを邪悪な王にすることだった。その結果、欲望や感情がない王という機構に徹している状態だ。感情に流されて攻撃を仕掛けることも、個人的な好奇心に流されることもないから問題を起こすこともない。あくまで目標達成が全てって感じだね。ステータスも紹介しよう。筋力 A、耐久 B プラス、敏捷 A プラス、魔力 C、幸運 D、宝具 A だ。スキルは、強化、神聖、精霊の競争、や除けの籠、戦闘続行、ルーン魔術だ。本来のスキルもいくつか持ったままだね。宝具のクリードコイン編は、ゲイボルクの元となった魔獣の外骨格を具現して身にまとっている。攻撃型の装甲でありながら耐久もアップし、筋力は EX に変化する。圧倒的な暴力だね。まさに荒れ狂うほどの怒りを体現した攻撃だ。この時の爪にはゲイボルクに通じる効果があるため、刺された場所からは四方にゲイボルクが伸びて内からも破壊される。痛々しい宝具演出だよね。敵には回したくないサーヴァントだな。次は天使とも呼ばれるサーヴァントだ。ナイチンゲール。奉仕と献身を信条としたクリミアの天使だ。裕福な身分の出身でありながら、当時では低い階級であった看護師を志願した人物だ。フェイトを知らない人でも聞いたことがある、我らが不調だね。
知識やスキルを身につけるだけでなく、自らの財産で施設を作り当時の環境を改善してきた人物でもある。そしてクリミア戦争へと赴くが、そこで彼女は地獄を見た。ナイチンゲールが天使って言われる由来の戦争だよね。戦場のため当然のように不衛生で、医療に関しては古い形式が取られていた。そこで彼女は徹底した管理を始めるが、一時的には死亡率が跳ね上がってしまった。これだけ聞くと天使とは程遠いよね。それからも彼女は資材を惜しむことなく投入し、衛生管理と看護に徹底し続けた。結果的に 40% 近くあった死亡率は 5% まで抑えられることになる。そして多くの兵士たちは、戦場で天使を見たと語ることになる。確かナイチンゲールの看護団の活動は認められていなかったよね。そうだ。そのため管轄部署がなかったトイレ掃除や清潔な医療器具を用意することから始めている。明確には伝えられていないが、当時の死因は負傷と感染症が多かったとも言われている。ナイチンゲールたちの活動が感染症を減らす要因になったってことだね。これが大きく反映したためか、滅菌や消毒といったフレーズが多く用いられている。笑わないイメージも強いよね。多くの兵士たちが天使という中で、彼女はただ助けるのみと微笑むことがなかったようだ。自分は天使ではないと看護に徹する逸話の反映も伺えるな。でもバーサーカーの要素はないよね。相手の意見を聞かずに治療を始めるイメージが強いと思うが、これは生前でもあったらしい。簡単に言うと人の話を聞かなかったようだ。自分が弁解しない代わりに、相手の弁解も聞き入れなかった。ある意味強靭な精神だね。彼女だけを表したものではないが、小陸軍将の異名があったほどだ。軍隊と例えられるほどの不屈性があり、すべての傷と病を治すことだけに執着している。とはいえ、これが原因でバーサーカーになったわけじゃない。他の理由があるの？クラスに当てはめようとした結果がバーサーカーであり、教科付与によってこれらの逸話が大きく反映してしまっている。EX が付与された結果として、逸話が全体的に大きく出すぎている。本来は優しい淑女であり、状況次第ではそういった面も見せることもあるようだ。バーサーカーになったことで特徴が出すぎている状態だね。会話をしているように思えるが、これは全て自分に向けたものであることから意思の疎通は困難とされている。サンタとしても実装されているが、本来は英霊ではあるがサーバントとしての適正クラスは存在しない。バーサーカーとして逸話を大きく反映させることでしか召喚されない英霊だ。特殊な存在だね。強化が強く反映するため、長期間の召喚では正常な人格と噛み合わなくなっていく。これが激しくなると活動に支障を与え、消滅の危険性を抱えている。治療のために存在しているのに、継続するほど自分の消滅につながるのは辛いね。認識しているかは不明だが、それでも誰かを救うために動き続ける彼女は天使と言われてもおかしくない。さらにマガンとは異なるが、彼女には相手の欠落部分を捉える目が備わっている。他の教会 EX のバーサーカーは自分から相手に噛みつくことは少ないが、彼女の場合は自分から容赦なく事実を突きつける。考えの押し付けとは違うようだが、他とは異なる異常性とも言える点だ。十分一方的に思える時もあるよね。これは自分としての考えではなく、医療に基づいた考えだからというのが理由のようだ。理にかなっているから許されるわけだね。ステータスも紹介しよう。筋力 B プラス、耐久 A プラス、臨床 B プラス、魔力 D プラス、幸運 B プラス、法具 D だ。ベッドで殴ることもあるから、筋力が高いのは納得だね。スキルは、強化、鋼の看護、人体理解、天使の叫びだ。さっきの目の話は、人体理解のスキルがあってこそだね。宝具のナイチンゲールプレッジは、敵の弱体と味方の回復を同時に行うサポート宝具だ。耐久戦で活躍する内容だね。次は FGO で女体化されたサーバントだ。源の来航。多くの会議を打ち果たしたことで語られ、FGO では母としてのイメージが強いサーバントだ。史実では寄り道と呼ばれることが多いが、FGO では来航だ。多くのマスターたちのままだね。平安時代最強である神秘殺しでもあり、都を守護してきた英霊だ。史実では男性として伝えられるが、FGO では理由があり女性として召喚される。教会 EX の理由も関係あるよね。ちなみに適正クラスはセイバーらしく、その時はさらに厳しくなり融通も効かなくなるようだ。バーサーカーでも理性は保たれているが、母性愛が溢れることで道徳を失っている。理性も大切だけど、道徳も大切だよね。愛する者のためなら手段は問わないほどだ。これは攻撃するという意味にもなるが、守ろうとすることが前提だ。母としてのあり方が強すぎる状態だね。女性でありバーサーカーとして召喚された理由を順に説明していこう。
通常は実際の逸話について紹介するが、これは FGO での設定ということを前提に聞いてほしい。源氏の棟梁のもとに娘が生まれ、牛の年牛の日牛の刻に生まれたことから牛御前と名付けられた。生まれながらに牙が生えている鬼の子であったことから、父である三中は命を奪うように命じた。哀れんだ母は遠くの寺に預け、牛御前は半身としての力に目覚めながら育つ。牛御前をはらんだ時に神の示しがあったみたいだね。そして、15歳になった時に父から帰ってくるように呼び戻されることになる。父のことも知らなかった牛御前だが、帰ると棟梁になるための甲冑と獲物に加えて名前も授かった。それが来光だね。実棟梁であることから男として生きることを命じられた。重罰に励み、鬼役も退治したことでも語られている。その過程で四天王などの仲間にも恵まれたが、来光自身が問題視していたのが鬼の側面だった。棟梁として表舞台に立つために、人としてやろうとしたよね。来光は自身と対峙することを決め、瞑想を経て牛御前の源でもある御頭天皇が権限した。この時は、金時が活躍したよね。鬼の要素は来光自身のことでもあり、牛御前を倒してしまうと本人も命を落としてしまう。なんとか牛御前を沈めて激戦の末に戦いは終わるが、来光は人として命を終わらせることを選ぼうとしていた。半身でありながら人として生きることを望まれて苦しんでいたよね。ここで落ち着けばよかったが、幕愛にて暴走した状態を見せている。金時曰く一人武者モードだね。史実で頼国や頼家といった子を持ったとされているが、これが禁句だった。父からは男であれと言われ続け、子を産んだ後に父になる相手の命を奪うように指示される回想が繰り返される。実際の過去かはわからないけど、あくまで父としてあるように言われているね。母となれる喜びを抱いた瞬間に、父にそれを否定されているな。この史実とのズレを実感した時に来光は一切をほふる武者になってしまう。金時の面倒を見るようになった時から、少ししか歳が違わないのに母のように接している。男であるように育てられたものの、母性への憧れを持ち続けた結果でもある。溢れる母性は生前から健在だったね。愛しいと思う相手を自分の子供だと勘違いしており、これが母性愛の化身とも言える状態につながっている。子供のためなら世界すら敵に回す思考だね。子を守ろうとする極度の母性が強化として付与され、バーサーカーとして召喚されている。男として生きていた葛藤も母性が強くなる要素にも感じるな。普段の優しいイメージからは想像できないほど辛い過去を背負っているよね。生前の異常なストレスがバーサーカー要素と言えるだろう。セイバー適性もあることからステータスは基本的に高ランクだ。筋力 A、耐久 B、臨床 D、魔力 A、幸運 C、宝具 A プラスだ。ランサーやライダーの適性もあるようだね。スキルは、耐魔力、強化、騎乗、神聖、源氏のブレン、魔力放出雷、神秘殺しだ。魔力放出は MP チャージのイメージがあるけど、来光の場合はバスター強化と回避の付与だね。宝具の豪将来天網開会は、四天王をかたどった御頭天王の神祗を召喚して敵を一掃する。様々な武器で攻撃するけど、最後が剣なのはセイバー適性を思わせるね。宝具演出を見ると普段のおっとりとした性格とは一変してかっこよさに溢れているな。次は2部で異文体の王として登場したサーヴァントだ。アルジュナ・オルタ。半人類史ではなく、異文体の王として登場したサーヴァントだ。会話は可能ではあるが、自我が薄いこともありうつろに見える。インドにおける全ての神聖を統合したことで絶対神となっているが、超越した存在ではないようだ。十分強かったけど、超越していないってどういうこと？カルデアでの名称はアルジュナ・オルタだが、異文体での表記は神たるアルジュナだった。これは多くのインド神話の神聖を統合し、異文体の王として君臨したことを表している。ただし、すべての神聖を一度に統合したわけではなく無理やり取り込んだものもあるようだ。強制的に取り入れた神聖もあったのか。ペペロンチーノの見立てとしては、アルジュナの杖とも言える存在のクリシュナによってビシュヌの力を得ている。それをきっかけに他の神聖を少しずつ取り込んでいったようだ。担当だったペペさんは異文体のことをカルデアより見ているからね。あくまで予想の範囲ではあるが、神たるアルジュナになるまでが容易でなかったのは確かだな。多くの神聖を取り込んだ力は異常とも言えるほどで、善悪の境界がなくなった機械のように創生と滅亡を繰り返すことになる。感情がない支配者って印象を受けたよね。すべての邪悪を排除することを目的に活動している。これは強化のランクにも現れており、理性を失う代わりに驚異的な暴力を有している。これだけ危険な存在なのに、最後はカルナに対して人に近づいたのはどうして？多くの神聖を統合したことで暴走状態になってはいたが、ここで歯止めとなったのがクリシュナだ。
クリシュナはアルジュナのエゴイズムを司る人格でもあり、人としての部分を残す要因でもありカルナに対して呼び起こされるきっかけにもなっていた。マハーバーラタでもカルナとの戦いでクリシュナが関わっているけど、ここでもクリシュナが大きく影響を出しているね。それだけアルジュナと切り離せない存在ということだな。異文体では人格を失いかけたことで異常な強化を受けた王ではあるが、カルデアに召喚されたアルジュナ・オルタは多少異なっている。神々とのつながりが切れており、霊気再臨が進むにつれて人間味が増していく。本来のアルジュナに近い状態になっていくね。完全には戻らないが、強化のランクや肉体の性能にも対抗が見えるようだ。そういった不安定とも言える部分も EX の要因かもしれないな。圧倒的な強さをストーリーで見せつけたが、これはステータスからもわかる。筋力 A、耐久 A プラス、敏捷 A、魔力 A プラスプラス、幸運 C、宝具 EX だ。幸運は低めだけど、他は最強クラスだね。スキルは、強化、神聖、耐弱特殊、魂の灯火、千里眼超越だ。宝具のマハープララヤは、世界を消滅させる剣だ。宝具名は宇宙が鬼滅することを指しており、アルジュナ・オルタの力を象徴している。強いのは知っていたけど、内容を知ると圧倒的な力を再認識するね。次は吸血鬼として語られるサーヴァントだ。ブラド三世。通常はランサークラスだが、吸血鬼として伝承が大きく反映したことでバーサーカーとして召喚されている。生前は最強と恐れられる軍事力を持った大英雄と言われていたが、あくまでも小国の王であり世界的な知名度は低かった。ブラド三世の知名度が上がったのはドラキュラ伯爵の伝承だね。バーサーカーで召喚された時は吸血鬼であることをある程度受け入れているが、吸血鬼として扱われると怒りを覚えるようだ。レジェンドオブドラキュリアは本来宝具だが、FGO ではスキルとして扱われる。バーサーカーの時はこれが常に発動している状態で、まさに吸血鬼の状態だ。ブラド三世は魅了の魔眼を持っているよね。魔眼は吸血鬼になることで得る能力だな。ストーリーなどでは普通に会話をしている印象だ。マスターとの意思の疎通も正常のように感じるけど、強化が働いていないの？ブラド三世の強化が EX なのは、存在自体が関係している。ランサーであれば吸血鬼としての自分を受け入れることはありえない。ただし、バーサーカーではこれを受け入れている。このこと自体が異常であり、EX として認定される理由だ。バーサーカーで召喚されることが強化 EX を表しているようなものだね。強い味方のように感じるが、存在のあり方を知るとそれ自体が正気ではないことがわかる。とはいえ頭脳戦もこなせる強力なサーヴァントだ。2.6.5 章では戦闘に参加できなくても大活躍したね。知名度補正としてはランサーが最高とされているが、ドラキュラとしての知名度や強化によって高いステータスを持っている。筋力 A、耐久 A、敏捷 C、魔力 B、幸運 A、宝具 A だ。スキルは、強化、吸血、鮮血の伝承、戦慄の不死者だ。強化が多く入っているサーヴァントだよね。宝具のカジクルベイも強化されている。敵を串刺しにした逸話が反映されたもので、自身の体内で杭を生成して射出している。会話シーンでは頼りになるけど、戦闘になると怖い印象だよね。強化によって今でも有力なサーヴァントでもあるからな。次は強すぎる愛によって強化を付与されたサーヴァントだ。ガラテア。元は彫刻であり、制作者の深い愛がきっかけで命を授かったサーヴァントだ。ピグマリオン王の伴侶だね。ギリシャ神話の一つだな。王は女性に対して幻滅して、独身を貫く中で理想の女性の彫刻を彫った。そして恋をしてしまい、服や宝石などを送り続ける。話しかけ触れ合うことを続け、この彫刻が生きた女性であることを心から願った。切ない話だよね。そこで動いたのが愛の女神であるアフロディーテだ。王の願いを受け止めたアフロディーテは、彫刻に生命を与えて人間にした。ガラテアが人になった瞬間だね。そして王とガラテアは結ばれて子を受けたとも語られている。でも強化が付与されるような話じゃないよね。王から彫刻を習ったことも反映しているが、王からの愛が存在そのものに影響を与えている。彫刻に寄せた思いは狂気とも言えるほど強いもので、ガラテアはこれを受けて生まれている。元が彫刻であっただけに、ガラテアにとってはこれが常識だった。常に狂気に満ちた状態ってこと？そうだ。そしてサーヴァントとして召喚される際も当然反映され、ガラテアはバーサーカーとして召喚されている。王と偶像への愛は揺るがないものであり、時折周りが見えないほど突き進むことも EX の要因と言えるだろう。少し不調に近いものを感じるね。通常では戦闘能力はないはずだが、アフロディーテの恩恵がこれを可能にしている。ステータスは、
筋力 A、耐久 EX、敏捷 E、魔力 B プラス、幸運 C プラス、宝具 A プラスだ。戦闘の逸話がないのに高いステータスだね。ガラテアの体は人でもあり彫刻でもあることから、スキルによって割合を変化できる。元が象牙であったことから 100% 象牙にすることで圧倒的な耐久を生み出す。耐久 EX は変動があることも表しているのか。アプロディーテの神聖によって戦闘だけでなく魔力に対しての耐性も持っている。スキルは、強化、耐魔力、ピグマリオンの愛、アフロディーテの恩恵、醸造の乙女だ。乙女神によって生み出されたことで、それらの影響が大きく影響しているね。宝具のピグマリオンチーゼルアウトは、魔力が続く限り生命を持ち続ける造形物を掘り出す。とはいえ、FGO では攻撃宝具として用いられている。敵に連続して攻撃するよね。最後に鳥が羽ばたくのも印象的だな。アフロディーテの祝福が込められていることから、生命の誕生を祝福しているのかもしれないな。思いっきり攻撃しているけどね。それは置いといて、次が最後のサーバントだ。ペンテシレア。トロイア戦争に参加したことでも知られる、アマゾネスの女王だ。我らが CEO だね。トロイア戦争は多くの英雄が参戦したことで知られているが、ペンテシレアはヘクトールの死後にトロイア側に加勢している。どうしてトロイア側についたの？複数の説があるが、今回はペンテシレイヤが関係する説を紹介しよう。ヒッポユテイというアマゾネスの女王がいた。ヘラクラスがある理由で女王を訪ねることになるが、女神ヘラの扇動によって争いになる。この時にギリシャの英雄として知られるテセウスは女王を奪い去った。ヘラクレスからすると計算外だったのかな。テセウスとヒッポユテイとの間には子供が生まれるが、後にテセウスは別の女性と結婚する。そしてヒッポユテイはアマゾネスの戦士たちと共にテセウスを襲うが、ペンテシレイヤはこの時に誤ってヒッポユテイを殺めたと言われている。仲間を倒してしまったのか。この罪を清めてくれたのがトロイアのプリアモス王だった。恩返しも込めての参戦だね。余談だが、ヘラクレスが女王を訪ねたのはヒッポユテイが持っていた帯が、ヘラクレスの9つ目の試練の対象だったからだ。ギリシャ神話同士で繋がっているところもあるね。アマゾネスは戦士として語られるが、ペンテシレイヤは美の化身のように完成した姿でもあった。そして彼女はトロイア戦争でアキレウスと対峙する。大英雄だね。結果はアキレウスの勝利で終わるが、問題はペンテシレイヤの最後の時だった。あろうことかアキレウスはペンテシレイヤに美しいと言葉をかけてしまう。戦士としてあり続けた彼女にとって屈辱であり決して許せるものじゃなかった。FGO ではアキレウスの名前を聞くだけで暴走するよね。俗に言う美しい状態は彼女の中では全盛期ではないため、少し幼い状態での召喚となっている。これ以上の説明は不要だと思うが、アキレウスの一言が人生最大の屈辱であり強化の原因だ。激怒を超えるほどの感情を思えた彼女は、アキレウスに関する時だけ暴走することから EX が付与されている。普段は会話も成り立つし、意思の疎通もできているよね。ギリシャ関連の英雄にもスイッチが入りやすいが、特にアキレウスは別格だ。自分を忘れるほどの激怒の権限を加味したランクの表現としては EX が妥当だろう。ペンテシレイヤは軍神アレスの娘でもあり、戦闘能力は高いものを持っている。筋力 A プラス、耐久 B プラス、敏捷 C、魔力 A、幸運 D、宝具 A だ。魔力が高いのは意外だね。魔術が使えるというより、魔術に抵抗できることが反映しているようだ。スキルは、強化、神聖、カリスマ、黄金律美、軍神方向だ。高ランクのスキルばかりだね。宝具のアウトレイジアマゾーンは、強化に身を任せて相手に襲いかかる。軍神の血や戦士としての強さだけでなくアキレウスへの復讐心まで呼び起こし、獣のように噛みつくことでとどめを刺す。セリフでアキレウスへの怒りがわかるよね。怖いほどに伝わるな。強化 EX のサーバントたちを紹介してきたが、同じランクでも由来やあり方などは様々だ。知っていくと個性があってこれまでと違う見方もできるよね。すべてが恐ろしいものではないが、極端なものや強い執着を感じるものもあったな。普段はサーバントの逸話に関して紹介しているが、機会があればまたスキルについても触れていこうと思う。今回は以上だ。ご視聴ありがとうございました。